さあゲストにリリー・ミューさんをお迎えしてお送りしている極ヴィーナス B。 さあここからはアーティストのよりすごいところをクローズアップしてレクチャーしてもらおうというこのコーナー、題して八木沙織の教えてほしいの。リリー・ミューさんは結構美容にこだわっているということなんですけれども、何かおすすめの美容法とかありますか？顔とかに関して唯一その欠かさずやってるっていうのが、カッサプレートっていう、カッサプレート、はい、初めて聞きます。天然石とかで作られてる石のものなんですけど、プレートなんですけど、それを使ってその顔のツボだったりとか、まあ、リンパの流れとかを刺激して老廃物とかを出しやすくするっていうマッサージで、それをそうです、本当ゴリゴリゴリって音がするんですけど、ゴリゴリするんですよ、詰まってると特に。あ、そう。でやっぱ最初本当にこれ大丈夫かなと思うんですけど、やっぱりその詰まってるところとかすぐ赤くなったりとかしてすぐ分かるんですよね。でこうなんかむくんでんなっていう人とかもそれをすると割と本当にすぐすっきり。食べるものとかなんか気をつけてることってありますか？わあ、すごくその食べることが大好きなので、その結構食べる方、結構食べるんですよ。本当に多分今このお仕事してなかったらすごい今より多分20キロぐらい太ってるんだろうなっていうぐらい本当に食べるので、やっぱ早めの時間に炭水化物を食べるのと、あとタンパク質をたくさん取るように不足してる分はそのプロテインとかで。プロテイン、プロテインってなんか筋肉つきそうな感じがするけど、体を引き締めるっていう意味でも使えるし、あとやっぱり本当にタンパク質って取りづらいものなので、そのプロテインを飲むだけでもかなりバランスが取れるのと、今のプロテインはめちゃくちゃ美味しいので、あ、そう、甘いもの欲しいなっていう時に時間帯にプロテインを飲むと甘いものの代わりにプロテインなんだ結構、はい、満たされます。うん、あとはその運動をなるべくするようにしていて、2年ぐらい今やってるんですけど、体幹トレーニングっていう、体の芯の部分、本当に体の幹って書いて体幹なんですけど、この辺ですよね。そうですね、まさにこの辺りを中心に鍛えるっていう、でその動き自体はすごく地味なんですけど、意識して今ここの筋肉を使ってるなっていうのがしっかり分かるぐらいに時間をかけてやっていくトレーニングで、うまくその体幹を鍛えられてくると、もう分かりやすく本当に肉がつきづらくなったりとか、代謝が上がったりとかするので、実際ちょっと私にレクチャーしてもらうことってできますか？もちろんです。さあ着替えたところで早速体幹トレーニングを教えていただけますか？よろしくお願いします。一番オーソドックスにここのお腹の部分の体幹を鍛える、例えばこうやってこの姿勢を30秒キープするとか。きつそうじゃない？プルプルしてるけど。そう、これ絶対プルプルするんですよ。あ、こうですか？はい、そうです。うで、どこを気をつけるんですか？これはここちょっと変わります。はい、意識していただいて、ここを下げて、ここ胸を開きます。え、できないよ。もうちょっと手を広げた方がいい。はい、この姿勢で30秒っていうのが無理。そう、でも多分無理なんですよ最初絶対ちょっとおばさんあまり無理しない方がいいな。いや、これをまあちょっとずつ長くしていけば大丈夫なので、最初は多分本当10秒とかでも全然決めます。熱くなってきました。そうなんですよ。見た目にはね、ちょっと分かんないかもしれませんけど、ね、見た目は多分あいつ何やってんだっていう、そうそうそうなんかじっとしてるんじゃないかみたいな感じですけど、かなりプルプルきますね。横向きになります。横向きになって、はい、で肩肘をつきます。はい、で足をこの状態に伸ばしていただいて、体をまっすぐですよ、はい、こういう姿勢でキープしたりとかっていうのをするんですけど、最初は絶対できないので、足上げるぐらいじゃない、楽に、ここ曲げていいんですか？はい、下の足を曲げます。で平行にいっていただいて、このまま上げます。で上の足はついたまま大丈夫です。はい、ここを平行にさせていただいて、もうちょっとだけいいですか？はい、でここを上げます。そうです、この姿勢で。ここはどこに効くんですか？ここですね、お腹のここにかなり効くので、はい、くびれができます。くびれですよ皆さん、くびれ。
はい、直角です、はい、手を耳の横、はい、持ち上げますちょっとだけで、こう持ち上げるのと、はい、足を伸ばします。おーおーで、これをこうですね。あ、やだ、見てるだけでやだ足にも効くし、はい、腹にも効くっていう。頭を持ち上げると同時にこっちの右足を伸ばして、そうです、こうだ、これを体を反対の側に向けます、はいはい、その時にポイントは手を開くっていう、腕を、はい、はい、おー、すごい、いやー、きつい。それをこれを何回ぐらいやるんですか。これをまあ10回ワンセットぐらいで。10回ワンセットですよ、皆さん。いただきます。あー、でも上手です。本当、はい、すごい、きついでは。そう、きついんですよ。首もおかしくなりそうだもん首になるべく力が入らないように、ね、はい、お腹で意識していただいてよし。時間がないときは今の3つぐらいをやっただけでも全然違うので、うん、まあ、全部時間をかけてやるって言っても本当に15分とかで終わるので、うん、続けられる、続けられそうですね、はい、ちょっとしかやってないとすごいじんわり汗が出てますから、かなりの効果があると思いますので、皆さんもぜひ短時間でこんなボディになれるかもみたいな感じで、私も目指して明日からやりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。リリーミュー、ラブアミューズメント。さあ、そろそろお時間が来てしまったんですけれども、ここで番組をご覧になっている皆さんにとっておきのプレゼントがあります。リリーミューオリジナルタオルを3名の皆さんにプレゼントします。宛先はこちらまで、皆さんどしどし応募してください。この辺かな、この辺かな、はい、出てます、はい、では最後にですね、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、リリーミューです、今回のアルバムラブアミューズメントは本当に3枚目に最高傑作の自信作になってますので、ぜひぜひ隅から隅までチェックして、リリーミュー流のアミューズメントを楽しんでもらえたらなと思います。これからもよろしくお願いします。はい、では今回のゲストはリリーミューさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。